せよらんな。動物愛護管理に関する、質問の窓口があったので、そちらの方で逃走、この間の逃走連れ去りのこと、連れ去られた件に関することと、去勢についての指針をちょっとお尋ねしてみたいと思います。こちらは環境省動物愛護管理行政に関するコールセンターでございます。マイクロチップに関するお問い合わせはこちらのコールセンターとは別に専用の窓口がございますので、お手数ですがそちらへおかけ直しください。電話番号は03-6384-5320 です。マイクロチップ以外のお問い合わせにつきましては、このまましばらくお待ちください、はい、オペレーターへおつなぎいたします。はい、電話ありがとうございます、はい、こちら動物愛護管理行政に関するコールセンターでございます。はい、はい、あ、こんにちは。こんにちは。ちょっとお尋ねしたいこと、はい、法律的なことなんですけども、はい、よろしいでしょうか。はい、捨て猫が3頭おりまして、はい、突然、はい、まあ、庭に捨てられていたのか、突然現れて困って、はい、一応保護しという形でしたんですけども、はい、はい、で、ちょっと相談しているうちにね、はい、近所の猫が連れに来て、はい、目の前で連れて行かれてしまったんです、1頭は。保護していた3匹のうち1匹が、はいはいはい、その近所の猫に連れて行かれた、はい、まあ、相談していたんですけどね、はい、どうするか、はい、あ、その時に連れて行かれてしまって、こういう場合はどうすればいいんですかね。警察とか届け出した方がいいんですか。ああ、うん、保護されていて、特にその、うん、保護っていうか、まあ、どうするか、これからどうするかを相談してたんですよ。庭先で、うん、ちょっと場所を移動して、はい、相談していたところへ、駐車場で相談してたら、突然現れた猫に連れて行かれてしまったんです。うん。なる、親猫とかでは。多分そうだろうということなんですけど、定かでなくて、飼い猫でもなさそうなんで。ああ、野良猫。野良猫がまあ。地域猫のような。うん。首輪などはつけていない。つけてないんですよ。ということなんですね。はいはい。ちなみにそのご相談というのはどちらにされていらっしゃったんですか。うん、これは個人的に知り合いのところで。そのご近所の方ですか。はい、そうです。そのそういった方と。うん、はい、そうです。そうなんですね。うん、保護されてた後のことですよね。そうですね。保護というか、まあ、箱に入れて、誰かもらってくれる人おらんかとか、こう、もらい手を探そうとしている時に、連れ去られてしまったんですけどね。そういったことにつきまして、うん、動物愛護管理法という観点では、各自治体に運用の権利があるんですね。そうなんですね。そうなんですよ。その保護した場合、もしかしたらそのお住まいのところで条例などが決められている場合がありますので、まずお住まいの自治体にお問い合わせをいただければと思うんですけれども。そうですか。はい、自治体にはご相談はまだされていない。いや、してないですね。ということは、市であるとか町であるとかってことですか。そうですね、はい、お住まいのところにご連絡をいただく形には。そうですか。はい、まあ、一応連絡をして、はい、後の対処っていうのを、そこを相談すればいいですか。はい、そうですね、まず保護されたことをお話しいただきまして、はいはいはい、はい、そうです、お相談いただければと思います。わかりました。それともう一点、はい、お聞きしたいんですが、はい、去勢なんですけども、おそらくメスじゃないかと思ってるんですけども、はい、まあ
もしね、家の中で飼う家猫の場合っていう指針をちょっと読んでいたら、外にで飼う場合は去勢を進めるという感じのことを書いてるんですけども、家から出さない飼い方である場合は去勢の必要とか義務とか意味はないんでしょうか？去勢についてでございますはい。ね。去勢などについてもそうですね、自治体にお問い合わせいただいたときに合わせてですね、お問い合わせいただければと思います。そうですか。自治会の場合は、何かに相談すればいいんですかね。お察かなければお住まいの、っていうこ保とです健か。所生活保健衛所。生か動物保管理健、係になりわまかす。りました。じゃあ、ちょっと相談してみたいと思います。よろしくお願いいあたりしがとうまごす。ざいました。こちらこそお問い合わせいただきました。ありがとうございました。失礼します。は失い。礼いたします。ということですけども、まあ、ちょっとかけてみましょうかね。生活衛生課保安室です。動物のことについてなんですけども、こちらでよろしいですか？はい。お話をお伺いします。ちょっと法律的なことをお尋ねしたいと思うんですけども、3頭ですね、猫が捨てられていて、突然庭先に現れて、うるさいもんで箱に入れて保護してたんです。保護ですよね。で、これから先どうするかっていうことを相談している時に、1頭を近所の猫が加えて連れて行ってしまったんです。こういう場合はどうすればいいんでしょうかね。警察への届け出とか必要ですか？ですね、その3頭の猫たちっていうのは子猫ですかこ、ね。子猫です、子猫です。おそらくなんですけれども、その連れてったの、連れてかれたっていうのが、おそらく連れてたのがお母さん猫だと思うんですね。おそらく、お母さん猫が子育てしてる時に、子猫たちが、偶然あなた様の、お庭とかに、ちょっと遊びに来てしまって、でそのまま箱に入れられてたんで、お母さん猫が迎えに来てる状態だと思うんです。そうなんですね。なので、ご自身でその子猫を飼いたいっていうのであれば、もちろん、そのまま飼ってもらっても大丈夫なんですけれども、自分のところでそういったお世話とか難しいっていうのであれば、あとね、元いた場所とかに戻してあげたら、他の猫が連れて子育てをまたしていくちょっと話が違うんですけども、と。その捨てられていた場所と少し離れた場所に移動してるんです。そうで、なので、お母さん猫がここだと人間に見つかっちゃうと思って、今、引っ越ししてる最中になるんです。全然関係ない猫だと思うんですよ。だいぶ離れてるんでね。だいぶっていうのはどれぐらいですどかれぐね。らいだろうね。6キロぐらいかな。5、6キロ離れてると思うんです。車で、僕は連れていて、一人、もらってくれそうな方がいたので、ちょっと相談をしてたんです、駐車場でね。相談してたっていうことで、ですか。相談している時に、突然黒い猫が現れて、もう一匹おりましたけどね、くわえて連れて行ってしまったんです。そうなんですね。どうしたら、なんか息の罪になるんかなとか、いろいろ考えて。例えば5、6キロ離れたところで、お知り合いのところでお話しして、自分たちではちょっと管理ができんなと思って、その場で結局猫をポイってやっちゃったら、傍から見たら、息してるっていうふうに見られてしまうかもしれないんですけれども、なんで、多分ね、子猫だったら元いた場所で、おそらくね、近くにお母さんがいるとは思うんで、様子を見るっていうのであれば、元の場所に戻しておく。丸2日ぐらい親猫がいなかったという話だったんそうでなんですね。か。で、夜通し泣かれて困って、私相談された立場なんですけども、それで、じゃあ、お知り合いのお家そうそう、に伺っお年寄りの方なんで、お困りのようだったのでね、
何とか探してみましょうねということで、はい、役所に渡してしまうという手もあったんですけども、おそらくもう処分されるんじゃないかという電話でそういう話をその方が聞いとられたのでね、それでもかわいそうだなということで、なんとかならんもんかと思って、いろいろ相談していた最中に起こったことなんですけどもね。そしたら、そのお知り合いの方のお家で猫が見つかったっていうことなんですね。うん、そうそうそう、うんうん。で、そこの場で話してたら、猫が連れて行ったってことなんですね。うん、そうなんです。連れて行かれてしまった。そしたらですね、多分ね、お母さんが迎えに来たんやと思うんです。あ、そうなんですか。うん、なんで、うんうん、そのままちょっとね、人がいるってやっぱりどうしても警戒してしまって、そうなんですね、うん、やってこなくなるんで、ああ、じゃあちょっとね、人気のないこう、はい、他の場所とかに置いとってもらったら、多分ね、はい、お母さん迎えに来ると思うんで、常に行って行ってくれればいい、ね、いい、うん、それがね、まあ、それが一番いいとは思うんですけどね、うん、うんうん、そうですか。やっぱりその保健所の方でもそういった野良猫の引き取りとか駆除とかは、行ってはないんです、うんうん、ああ、そうなんですね。でやっぱりさっきおっしゃってたみたいに、うん、保健所に、まあ、万が一入ってきた場合っていうのはどうしてもやっぱり、うん、処分の可能性っていうのが出てきてしまうので、ああ、そうでしょう。ああ、なるべく言ったらやっぱりお母さんが、ああ、そうですね、育ててくれるのが一番ね、うん、ああ、そうですね、自然の流れとしてはいいので。ああ、わかりました。じゃあちょっと様子を見ることにしましょうかね。うん、気になってしまうかもしれないんですけど。そうですね。でも現れなかった場合はまあね、まあ、うん、箱とかに入れて大事にしてあげると、うん、やっぱりちょっと寄りつきづらくはなってしまうと思う。ああ、そうなんですね。うん、なので、ちょっと、じゃあ、その先、もう一つお聞きしたいんですけども、構いませんか。はい、じゃあ、もしね、買うとなった時に、保護して買うとなった時に、はい、ちょっと調べてみましたら、家の中でから出さない場合は、はい、去勢の必要はないような文章があったんですけども、はい、うん、まあ、それに関してはですね、うん、確かにその飼い主さんに、うん、絶対に去勢手術しましょうという義務はないんですけれども、あ、そうなんですね、うん、ただやっぱり猫っていうとどうしてもその、うん、ちっちゃい隙間から出てしまうっていうケースがやっぱり多々、ああ、よく聞きますね、はい、こういうふうになっちゃったっていう情報とかいっぱいあるんですね。あ、そういう時に手術をしてないと、はい、外でね、はい、まあオスだったら他の子ど、メスに子供を、はい、うん、作らせてしまうし、メスだったら逆にね、妊娠して帰ってきたりすると、はいはい、いつの間にか猫が増えちゃったってなって、はいはいはい、うん、大変なことになるので、もしね、はい、買うんだとしたら、手術はしておいた方が、はい、ああ、そうですか。いいと思います。ああ、そうですか。まあ、法律的な、なんていうか、あれはないってことなんですね。あ、そうですね。ね、マナーの問題です。あ、そう、猫を飼うんだったら絶対に手術しましょうっていう法律は今はないですね。ないんですね。ああ、わ、うん、かりました。それ、はい、逃走についても私罪に問われることはないんでしょうか。あ、何についてですか。遺棄の対象になったりしないですか。捨てたとか。遺棄の対象になることはまずないです。はい、今のままだったらないです。やっぱりね、子猫がここにいたら困るって言って、例えば、ね、うん、全然関係ない山の中に捨てに行くとか、あ、そういったことになってくると、やっぱり犯罪に当たってしまう。あ、そうなんですね。ああ、うん、うん、じゃあ、まあね、母親がまた連れに来たというこ、ね、うん、考えでいればよろしいということですか。はい、わかりました。ちょっと安心しました。はい、じゃあ、まあ、あとそちらのおっしゃるように一度やってみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、はい、失礼します。はい、ということです。